はい、皆さんおはようございます。私は現在 JR 東京駅の日本橋口に来ています。本日は2024年3月16日の土曜日でございます。2024年3月16日土曜日、私鉄オタにとっては一世一代の大イベントの日でございます。それはもちろんダイヤ改正の日でございます。今回のダイヤ改正では、鉄道の歴史に新たな1ページが刻まれようとしています。今回の改正で、金沢から敦賀まで北陸新幹線が延伸開業したり、山形新幹線の新型車両 E8系が新たにデビュー、その他いろいろなものが催される、一世一代の超ビッグイベントでございます。今回は、速報版として北陸新幹線敦賀駅を、東京から敦賀まで全区間乗車していきたいと思います。ではここで北陸新幹線の開業の経緯についてお話しいたします。北陸新幹線というのは1997年に東京から長野まで開業いたしました。その当時はまだ北陸には行っておらず長野止まりだったということもあって、当初は長野新幹線と呼ばれておりました。で、2015年3月、そこからサンダーバードの魚津行きや富山行きが走っていましたが、もちろん新幹線の延伸に伴って廃止されました。もちろん北越急行の北北線で走っていた最速特急の160キロで走る白鷹号もありましたが、新幹線の開業によって廃止になってしまいました。で、その代わり2015年3月に東京から金沢まで北陸新幹線が開業いたしました。で、そこから9年ほど月日が経過しまして、本日2024年3月16日、金沢から敦賀まで北陸新幹線が部分的な延伸開業を果たしたことになります。北陸新幹線が本日から福井や敦賀に乗り入れると同時に、長年運行されていました JR 北陸本線が長年の歴史に幕を下ろすことになります。大阪と金沢を結んでいた、日本一速いと言われていた最速特急サンダーバード号や、名古屋前原を経由して金沢まで行っていた特急しらさぎ号も、全て敦賀止まりに短縮されました。その代わりといってはなんですが、敦賀から金沢まで新たな第三セクター、ハピライン福井と IR 石川鉄道がその歴史を、バトンタッチで受け継ぐようになります。敦賀から大正寺まではハピライン福井の路線となり、大正寺から終点の金沢までが IR 石川鉄道に譲渡されることになりました。それではですね、前置きが長くなりましたが、東京から敦賀まで北陸新幹線の記念すべき、2番列車となってしまうんですが、楽しんでいきたいと思います。それでは、今回もよろしくお願いします。はい、というわけで北陸新幹線の改札口までやってまいりました。いやもう表示されてますね。この2段目に表示されています。輝き501号6時16分発敦賀と表示されてますね。わーすごい、これはめっちゃすごいですね。もう違和感しかありません。胸がちょっとドキドキしてます。停車駅も表示されてますね。停車駅上野、大宮、長野、富山、金沢、小松、福井、越前竹部、そして終点の敦賀。わーすごいな、これは。いや今からめっちゃ楽しみですね。それでは早速、改札の方に入っていきたいと思います。次は上野に止まります。黄色い点字ブロックまでお下がりください。23番線から今見子51号盛岡駅発車いたします。Attention, please. 5:01 for Tsuruga is leaving at 6:16 a.m. from track 22.
というわけで6時16分帝国通り輝き501号敦賀行きが発車していきました。いやーすごかったですね。めちゃくちゃ感動しました。やっぱり一番列車なんで写真撮ってる人とかがめちゃくちゃ見受けられましたね。それでは私は高速の輝き503号で敦賀まで行きたいと思います。それでは電車が来るまで待ちたいと思います。はい、というわけで来ました。これが今回乗車する輝き500単語敦賀行きでございます。さあ果たして E7 系か W7 系か、どっち。おお、やった、 W7 系に当たりました。じゃあじゃあということは W7 系なんで北陸ロマンが車内チャイムで流れます。やった、いやめっちゃ楽しみですね。それでは早速乗っていきたいと思います。車内はこんな感じで2列足す3列の、2人掛けのシートとなっております。今回座る席は7番の A 席ということでここになりますね。それでは早速乗車していきましょう。お願いいたします。
際電話をご使用の際は周りのお客様のご迷惑となりませんよう電気をご利用ください。電気および車内への危険物の持ち込みは禁止されております。不審なものや不意にお気づきの場合は乗務員または駅係員までお知らせください。また客室の自動ドア付近に SOS ボタンを設置しております。緊急事態には SOS ボタンを押して乗務員にお知らせください。Welcome on board the Hokuriku Shinkansen. This is the Kagayaki Super Express bound for Tsukuba via Nagano, with stops at Omiya, Nagano, Toyama, Kanazawa, Fukui, and Tsukuba. All seats on this train are reserved. Hokuriku Shinkansen, Kagayaki 503号 Nagano 経由、それが行きです。すべての車両は指定席に。
本日も北陸新幹線をご利用くださいましてありがとうございます。この電車は輝き鶴ヶ行き、列車の到着時刻や運行情報は JR おでかけネット、または JR 西日本アプリウエスターからご確認いただけます。電車指定席で自由席はございません。次は終点鶴ヶ行きで、東京駅から約3時間8分終点の鶴ヶ駅にやってきました。ここが鶴ヶ駅ですか。いや、想像以上にでっかいですね。途中福井駅で安全確認の影響もあって約8分ほど遅れましたが、なんとか無事に着けたんでよかったです。めっちゃでっかいですね。こんな大規模な駅やったなんて知りませんでした。
横にでっかく鶴が新しく描かれています。いやすごい、めっちゃピカピカですね。新品です。それでは鶴ヶ駅に着いたんで、ちょっと改札から出ていきたいと思います。改札のコンコースにやってきました。コンコースも広いですね、これ。めちゃくちゃでっかい。わあ、もう東京ドーム何個分あんねやって感じなんですけど、めっちゃ広いですね。ここに JR 線乗り換え口、出口、ハッピーラインスクリーンの情報と書いてあります。出来たてほやほやの駅ですね。すごすぎて声も出ませんね、これは。はい、これが50年かけてようやく作られた敦賀駅の駅舎でございます。いやすごいですね。めちゃくちゃでっかいですね。どんだけでかいねんな、これ。すごすぎる。もうちょっと外観とかよう見ていきたいと思います。ここに敦賀駅と書かれていまして、窓もなんかこれレンガ状みたいな、そんな感じになってますね。なんかちょびちょびなんか窓のガラスが張ってあって、でそれ以外は白のタイル的なものが貼られていまして、でここら辺はバスターミナルとかタクシー乗り場がありますね。こっから高速バスとかタクシーが発着しているものと思われます。すごいですね、これ。これが50年かけてようやく完成したって感じですからね。これが完成するまでは福井県の人とかは敦賀から出て新快速乗って京都や米原から新幹線乗って東京とかまで行かなあかんかったんで、そう考えるともう今となってはもう敦賀からもう加賀駅とか一本でもう東京まで行けるってことになったんで、そう考えるともうやっぱ時代は変わったんやなってもう実感しますね。今日からはもう新幹線とかがもうバンバン出るようになって、サンダーバードはもう敦賀発着で大阪とか今まで通り名古屋とかも行けるようになってるんですけど、いやそう考えるともう時代の流れってすごいですね。さすが新幹線は街をもう変えてしまうすごい乗り物です。以上、北陸新幹線の敦賀駅に乗車してきたという動画はいかがでしたか。皆さんも東京などから小松や福井、敦賀に行く際はこの北陸新幹線加賀駅号などで行ってみてはいかがでしょうか。それではこの動画はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いします。皆さん北陸新幹線で北陸へ行こう。